進歩ないけど先生に教えがいないやろな、ちょっと先生ね、おしゃまいうんかなんかね、ほらちょっと来てってパソコンの上にいたら、これ明石公園、宮本公園ってあるんだよ。あ、宮本武蔵おったからかな思って、うん、その後どうもおかしいと思いながら現場に行ったんですわ。ありませんでした。またトランプ忘年会参加してこれで4回目迎えました。はい、よく頑張ってついてこれたなとか思いながら、でも今年は皆さんに協力してもらって、なんか一生懸命覚えたような気がするんです。これも成長したかな、皆さんに感謝したいと思います。さっきもね、お話あったと思うんですけど、先生の掛け合いがもう本当に聞いてて楽しくって、いや授業本当に楽しいですよね。言葉聞いてるだけでなんかほぐれるんですよね。もっと聞きたいとか思ったりするんですけど、でもお元気で長く続けてください。私もついていくように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。いや、玉野ですけど、私ちょっと出戻り娘じゃないおばあさん、すいません、稲見の大学がちょうど金曜日4年生で、日曜日組に1年間お世話になりまして、で名簿も外されてましたし、名前の連絡網も一番下に書いてあったので、まさか部長職が来るとは、そんなに古いとも自分で若いつもりで、まだ学生なもんですから、娘のつもりで若いつもりで、だけど頭だけはもうしっかりと、ちょっと多少認知症が入ってきて、習ったこともすぐ忘れちゃって、何だったっけと思って思い出せない、もうひょっとしたら一番
年長者かもわからないぐらい年上なもんですから大丈夫、あ、そう、うん、後期高齢者でこんなものがとても部長を務まるとは思わないんだけど、お世話になったのがそんなに長いんだったら仕方がない、受けるべきかなと思って泣く泣く受けましたので、皆さんどうかこのボケ老人を助けると思って協力よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最近3ヶ月ほど前からちょっと早朝ウォーキング始めました。宮本先生の4時起きはちょっとできないので6時に起きてサイクリングコート出て1時間ちょっとぐらいで家帰ってきてます。気持ちいい朝迎えてます。寒いよ、もうね、寒いからちょっとこの頃やめようかなと思ってるけどでも頑張らなと思って頑張っていってます。今日も行ってきました。そうです、入らせてもらってちょうど丸1年経ちました。お世話になってます。なかなか覚えるのが頭に入らないですねで先生バッと言ってくれるけども、やっぱりちょっと聞き逃すともうついていけないんです。だからその辺をもうちょっといや自分なりにもっと理解せなあかんのと思いますけども、ただちょっと耳が遠いんで左側だけなんですけども、ちょっと雑音入るともう聞こえてないのと一緒になるんで、前行って一番前行ったらいいんですけども、ちょっと前は恥ずかしい、まあ、今気になってるのはそれぐらいで、まあ、徐々に覚えていきますのでよろしくお願いします。助川と言います。よろしくお願いします。参加させてもらったのが6月か7月頃だったと思うんですけど、ちょこちょこお休みをいただいているので申し訳ないです。で来てここはサポートしてくださる先生がたくさんいらっしゃって、でちょっと今日は農協の理事会、もうお一人だけじゃなくて3人4人でこう見ていただけるのがすごいここへ来るメリットだなと思って、会社ではただ決められたことを入力するだけだったので、この幅広いいろんな分野を教えていただいていることを、これからちょっとそういうことも増やさないといけないなと思ってます。で水泳してるんですけれども、金曜日は午前中はヨガに行って、であそこでちょっとご飯食べて、そして2時からこちらに参加するっていう、すっごいハードな一日です。すごい有意義な一日を過ごさせてもらってます。よろしくお願いします。小山です。私もこの忘年会に4回ぐらいになるんですけれども、ほとんど初心者と一緒です。もういつか連絡網の真ん中に来てますのでもうびっくりしましたまあ私には先生が大体ついてますもう横にもう遅くなることはないんですよ。そうしますのその代わりにすぐ忘れてます。よろしくお願いします。できることがスカッとできるかなと思いつつ、いろいろ参加させてもらってます。それで
あの3人の先生の掛け合いが麻雀の麻雀ちゃうわ漫才のようでもう本当に楽しくてもうそれでそれであのその宮本先生が受けた時のあれがものすごく可愛らしいですねすごい可愛らしいからもういつまでもあのその3人でやっていただきたいなと思ってます。で私はもう手取り足取りあの教わりたいと思いますので誤解されない程度に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。思ってる100倍をですね、皆さんの前でしか言わない、陰では絶対言わないということを今ね、もしくはあの先生してたことあるんですけど、これも教えてあげた方がいい、これも情報提供してる、それ非常にいいんですけども、私とね、あの大間さんとはですね、やっぱりメインをちゃんとやれということをね、もうずっと言ってるんですけど、全然聞いてもらえない。ですから僕はあの、ね、受講生の皆さんだと、やっぱりメインを、ね、やっぱりちゃんと勉強したいという気持ちがあるんですけども、ちょっとこう、横にそれようなことがあって、ちょっとね、終わってみたからなというところも、ひょっとしたらね、だからそういう時はできるだけ、あの、これ真ん中行くように、まあ、ギャンギャン行ってるんですけどもね。こんにちは、森本です。私はあの先生方とはあの職場の仕事の関係でちょっと先生方お世話になってまして、で早期退職しましたもんですから、ちょっとあの本当に家にこもりっきりでブータンな生活してた中で、そして私も参加させてもらっていいかなと思ってで来ましたところ、仕事でやはりパソコンやってたんですけども、決められたことしかやりませんので、できないことがやっぱり非常に多かったなと思って、でまた一からですね、あの今練習させてもらってるんですけど、全くもうその入って抜けるんじゃなくって、反射して出ちゃうっていうかあのそれまでにね、あの入ってこないので、せめて一つだけでもね自分のものになるように、頑張っていきたいなと思います。でともよろしくお願いします。耳がちょっと遠くなって、その代わりに目が近くなってるから、まあこれはあれけど、いつも、どうかな、やり方が悪いかとか、パソコンを壊してしまって、ここで先生に預けて、で今回も持って帰ってみようと、帰ってきたらスッとなった。で先生に一つお願いがあるんだけど、例えばインターネットをするとき、いいよとこう押してる、で次に出てくる。なけちゃん、私が遅いんかとか、インターネットのいいよを押して、なかなか出てこない。その間に先生が次々行く。そうですよね。で、結局、途中までしかわからんの。できれば、今日はこんなこと喋りたいな思ったら、手書きでいいから、例えばインターネットで何々こうあれだけ書いてもらったらついていけると思うんです。ちょっと無理ですけど、すみません。以上です。ありがとうございます。内野と言います。隣にいるあの妹なんですけども、あのパソコン教室にその宮本電機もあるし、漫才もあるし楽しいよっていうことで、じゃあ私も一回行かせていうことで、今年2月ですか、3月ぐらいからあのお世話になっております。やっぱりあのパソコン、このパソコン教室に来ると本当ホッとするんですね。で2時間楽しいあの時間を過ごして、またあの次の日から頑張ろうっていう気になりますので、あのこれからも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。坂本です。あの宮本先生より年上の生徒です
まあ、パソコンは好きなので頑張っておりますが、頭の方はついておりません。おりません。おりません。これからもパソコンは好きなので、元気な限りはサークルの方に行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。確認して全然文句言えじゃん。本当。膝で重大な報告。来年の忘年会。12月4日。もう予約しております。はい。みんな元気で続けてください。ね。はい。それで私とまあパソコンということなんですけども、40代ぐらいからワープロですね。ワープロ東芝のワープロずっと使ってまして、いまだにカナ入力なんです。ローマ字入力は、まあ、できますけども遅いんですね。まあ、それで、それから、まあ、ワープロからパソコンが職場に入りだして、それも Windows でない時代ですね。そういうことしてると震災になりましてですね、私がその当時、訓練係で、まあ、外から講師を呼んで、まあ、講習してもらって職員を訓練するという係がおりました。あちらといいますね、3年前までですね、和歌山県からこちらに移りまして、まあ、それからいろいろあちこちのコミュニティセンターに入って、年賀状を作ったんですけど、私のプリンターが悪いところですけど、うまく印刷できないので、井川さんとかにパソコン持って行って、井川さんがちゃんと動くパソコンで、そこまでは話はいいんですけど、実際にそれじゃやろうかって言って、だからパソコンというのは機種によって、プリンターができるのもできないってありますね。あ、そうです。吉川さんに、私マジックやってるんですけど、同じマジックなんかのね、吉川さんに参加していただいて、この教室に参加して、私は4年目の危機と言われまして、太極拳も4年目で辞めて、スポーツジムも4年目で辞めて、どういうか知らないけど、4年経つとどうも、まあ、壁がバーッと動えなくなってしまって、そこがストーンと落ちるんですけど、ちょうどこのパソコンもその4年目の危機の年に当たるんですけど、先生たちの優しい指導に感激しておりまして、なんとかこの4年の壁を乗り越えたいなと。よろしくお願いします。話してやるよ。それは全然いかがです。よろしくお願いします。さっき橋田さんがお話があったように、私はちょうどバベの木に登ってですね、バベの剪定してたんですよ。そしたら下自転車で通る人がいて、でなんとなく上からと下からと目と目があって、あ、足田さんなんだよ。で、足田さんからそのこういう教室があるから一緒に行きませんかいうことで誘われて一緒に来るようになりました。はい、まだ入って半年ぐらいです。一生懸命やってるんですけど、どうしても皆さん言われてるように、そこでは分かってる気持ちになってるんですけど、家帰って復習しようと思うと、もうその時点で忘れてるんですだから私これだけ回数に来て一生懸命やろうと思ってますので、また皆さんよろしくお願いします。実は昨日か小さきで、まあ、年賀状の印刷についてやったんですけども、
まあ、あのそれは1時間と言って、あと後半の1時間はちょっと写真の編集をすることやったんですけども、皆さん方の意見を聞いて、昨日さっき1時間でやったことを今日は2時間で。くどくどくらいにゆっくりと言いたいと思います。まあいつもやす子は大浜さんにクソみそに言われながらやってますけどね。はい、まあまあ、失礼が多いです。